上りホーム下りホーム、溝の口駅は、兵庫県姫路市高寺町溝の口にある、西日本旅客鉄道番丹線の駅。相対式ホーム2面2線を持つ、交換設備を備えた、地上駅。配線は S 線スルー化されておらず Y 字分岐となっているため、発着ホームは方向別で分けられている。駅舎は、寺前方面行きホーム側にあり、 反対側の姫路方面域ホームへは、古線橋で連絡していたが2016年4月より、姫路方面域にも西岸改札口が設けられ、古線橋を渡らずとも、姫路方面へ連絡が可能となった。なお、西岸口改札口にも、簡易型の自動券売機が設置されている。自動改札機はなく、代わりに IC カード専用簡易改札機が設置されている。 福知山市社管内にありながら JR 西日本交通サービス住宅の業務委託駅であったが2005年10月改正から JR 西日本福知山メンテクに移管されたが2021年7月1日より JR 西日本交通サービスに再移管された福崎駅が当駅を管理する緑の窓口が設置されている上りは毎時日本が発車する下りは 寺前行が毎時一本、福崎止まりが毎時一本が発車する。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。兵庫県等継承によると、2016年度の1日平均乗車人員は1742人で、ある。万丹線区内の駅においては、姫路駅、野里駅に次いで3番目の乗車人員である。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。2003年以降、2006年に開催されたの自肉、兵庫国体に向けた道路開発とともに、駅周辺の開発が急ピッチで進み、駅の前に公園が造成されている。出勤ラッシュ時になると大変な混雑を見せていた。 国道312号線に通じる県道410号線は中寺小学校西側の信号を起点に新たに片側1車線の振動が作られている。この振動は溝口駅のやや南で線路と立体交差しており、踏切待ちで発生していた渋滞の緩和の効果が期待される。ABCDEFGHI、兵庫の鉄道全域 JR。 三石神戸新聞総合出版センター2011年12月15日154ページ ISBN 9兆7843億4300万6028兵庫県統計書ありがとうございます